皆様、こんにちは。溝上真一の教育論動画チャンネルナンバー280。本日は身長の紹介でございます。えー、大森藤代先生と、えー、他の先生方で執筆された身長から、えー、なぜ日本の大学改革は成功しないのかと、えー、題するお話をいただいております。えー、大森先生、こういう方ですね。東北大学高度教養教育学生支援機構の教授でいらっしゃいます。 えー、大森先生には昨年の、えー、11月ぐらいでしたかね、えー、大学生の3割がチャット GPT を利用と、えー、ちょうどチャット GPT が非常にこう世の中席巻し始めた頃でもありまして、えー、その実態調査を踏まえた報告をいただきました。あの概要欄に URL を貼っておきますので、えー、ご関心のある方は、まあ、当時の、当初の投稿、えー、ですね、えー、勉強していただければと思います。ご覧ください。 はい。えっ、ー、と、今日ご紹介いただく本はですね、えー、田中秀明先生、他のですね、えー、高等教育改革の政治経済学、なぜ日本の改革は成功しないのかと、えー、題するご著書から、えー、大森先生も結構あの、たくさんの章を執筆されておりまして、あの、赤であの、記しております。まあ、これらを、えー、総合的にまとめてですね、えー、こういうタイトル、えー、なぜ日本の大学改革は成功しないのか、6カ国比較が明らかにする失敗の本質と、えー、そういう テーマにしていただいて、えー、慎重にご紹介と合わせて、えー、お考えですねあるいは議論の、えー、内容をご報告いただきましたはいそれではご覧くださいなぜこれらの国を選んだかということをあのル,ルル書いておりますがまあ一番疑問なのはとと あの、おそらくアメリカが入ってないってことだと思いますが、まあ、ほぼアメリカって、えー、国の政策としての大学政策、大学改革というものは、まあ、単純に言えばないって言って差し支えないと思いますので、えー、その比較対象としては適切でないという判断です。えー、それぞれの国の分析に基づいて、えー、総括的に、まあ、整理してる。 整理したのが、この私の整理ってことですあの。ニューパブリックマネジメント、具体的には行政にですね、経営の視点を取り入れるというふうな、まあ改革動向、これがまあ、 えー、1980年代以降ですね。あの、この21世紀にかけて進んできたわけなんですけれども。で、高等教育の文脈でどういう改革になるかというと、そこにありますように、一つはその外部ガバナンス改革。これは政府と大学との関係ということで、これは規制を弱めて、大学の自立性を高めると。他方で評価などでですね、まあ距離を置いた舵取り、まあコントロールですね。直接統制するんじゃなくて、まあ大学 大学に、まあ、ある程度け、自由に経営させて、しかしながら評価あなどでですね、あの、こう、誘導しようと、そういうふうな、ああ、あり方ですね。それから内部ガバナンス改革、これがいわゆる日本で大学ガバナンス改革と言われて行われて,われてきたようなものなんですが、え、まあ、世界的にですね、その、同僚性的な評議会や委員会、まあ、日本、 日本の文脈でいけば教授会ですね。そういったものからですね、外部人材を含む理事会ですとか、あるいは学長、区学長、理事といったですね、大学執行部に権限を移していくとえ、まあこの。そういった面でのその内部のガバナンス改革ですね。この両面を持っております。で、えつ ただですね、その、えっ、ー、と、世界的な数勢と言いましても、その実際の内実って言いますかね、これは大きな差異があります。イギリスやオーストラリアは今申し上げたようなもの、かなり急進的にやったとええ。ドイツやフランスは、まあ、どちらかというと、全身的にゆっくりと。で、オランダはその中間ぐらいになります。他方で日本の改革はっていうことなんですが、結論を急ぎますとですね、 外部ガバナンスについては、その、以上の各国とは逆方向でですね、その直接統合性をむしろ強化してきていると。政府による大学に対する直接のコントロール、誘導ではなくてですね、これを強化してきているということで、か、え、じ、ー、取りモデルの数性から逸脱していると。ある意味日本だけがですね、その一次元的座標軸からずれた得意な位置づけにあるというのが、私どもの評価であります。 改革後の外部ガバナンス、すなわち言い換えれば大学の自立性については、えー、高い自立性を大学が持っているグループというのがイギリス、オーストラリア。 中間程度がオランダ、それから自立性が低いグループというのがドイツ、フランス、日本となります。また内部ガバナンス、つまり学内ですね、えー、の経営のあり方っていうことでは、まあ経営主義的、まあある意味企業経営的って言った、言うと、まあ正確ではないんですが分かりやすいと思いますが、イギリスやオーストラリア、それからオランダはやはり中間的で、同僚席って性的っていうのはやっぱり教員の自治の、 程度フランスの場合は学生も入ったりしますが、そういったものが比較的保たれているというのがドイツやフランスということで、日本以外の5カ国はですね、低い自立、大学の自立性と、それから同僚性という組み合わせから、高い自立性と経営主義の組み合わせへの転換、そういうある意味、そういうですね、えーまあ、組み合わせですね。その中で そのそういう座標軸の中で、求心的な英語、中間的なラン、穏健な独仏。穏健がいいのか求心がいいのかという価値判断はここでは入れてません。で、そういう意味で外部ガバナンスと内部ガバナンスが以上の5カ国は整合してますが、日本の場合は、えっ、ー、と、法人化によってですね、内部についてトップダウン型のガバナンス構造を法制化したと。さらには、それ、 その後のですね、いわゆる大学ガバナンス改革によってですね、えーえー、っとですね、そのトップダウンの構造っていうのを、あの、内部について強化しました。その結果ですね、政府からの自立性経営の自由度が低いまま、あそういうガバ外部ガバナンスのまま、あの内部ガバナンスについては、あその執行部の権限を強化するということで、その組み合わせによってですね、その政府統制が執行部を通じて、えーまああ 内部のですね、その教育組織の末端までですね、末端まで貫徹するというふうなあり方。まあ、これは、まあ、私ども官僚性的なあり方というふうに、えー、まあ、呼んでおりますけれども、そういう、まあ、日本だけ、そういう意味では座標軸からずれているというのが我々の分析であります。 さて、以上がその、どんな改革をやったかということなんですが、その、成果の比較ということです。えっと、これにつきましては非常に難しいということをまず言います。あの、KPI、キーパフォーマンスインディケーターズですね。え、これをですね、何を使うのかっていうのは、あの、え、その学術的にコンセンサスがあるわけではありません。ただ、私どもの研究では利用可能な時系列データが存在して、 えー、まあ、一定重要性を持つ、そういったデータ、業績仕様ですね。えー、それは何だろうということを議論しまして、そこにあるようなものを、あの、拾い出しました。えっ、ー、と、えー、まあ、あの、世界大学ランキング。えー、これは色々、いろいろ、まあ、批判議論もありますが、今や、現実問題としては、各大学や、各国政府がですね、無視できなくなっております。えー、ということで、まあ、無視できない。それから、研究、 科学研究の論文数ですね。えー、これ、これはある意味客観的な指標ですが、もちろんこれもあり、様々な指摘はあります。えー、それから学生数。これはあの、高等教育の拡大普及状況を表しますし、えー、高等教育の支出。これはイン、あ、失礼しました。 えっと、支出、まあ、インプットではあるんですが、やはり、えー、大学にで,ですね、どれだけお金をかけてるかってことは、あの、各国のシステム見る上で重要。それから、学生一人当たり支出額。これは、あの、学生すると高等教育支出からある意味自動的に出てくるんですが、これは、あの、教育の支出の代替指標とみなされることもあるので、重要な指標だと考えてます。それから、世界の留学生に占めるシェア。 これはある意味各国の高等教育システムの魅力の程度を反映していると、そういう指標として取り上げています。ただですね、あの改革の前から各国の置かれている状況が違うので、KPI の絶対値ですね、これを比較しても改革の成果ということにはならないと。そこで、この KPI の過去からの増減、 つまり国ごとに時系列変化を観察して、えー、まあその変化に改革が寄与しているであろうという過程に立って、改革の成果を分析するアプローチを取りました。あの結論だけ申し上げますと、世界大学ランキングについては、変化としては、オランダと大あドイツの大学の躍進が目立ちます。 えっと、それから、あ、論文ですけど、トップ10%論文ですね。まあ、質が高いと言いますか、引用、盛んに引用されてる、えー、まあ、上位10%の論文における各国のシェアの順位の推移ということです。で、ここで現れてないですね、まあ、中国が今は1位になりまして、2位がアメリカっていうことなんですが、まあ、イギリスとドイツは3位、4位ということで、えー、まあ、安定した強いと、強さと、えー。日本は顕著な低落傾向、4位、6位、13位と とことですね。えー、それから、オーストラリアは比較的検討し、オランダとフランスは低低、日本ほどではないが、低落傾向が読み取れます。えー、その他の KPI の推移ということですが、えー、っと、学生数については各国とも増加傾向を続く中、日本だけ、えー、まあ、減少、その後横ばい。えー、それから、高等教育支出についても、各国の増加傾向の中で、日本は、あ直近の2010年代に、えー、まあ、横ばい。それから、学生一人あたり支出額につきましては、えー、これは、あの、 えっと、学生数の増加を上回るペースで総出が、総う学、支出学が増加したですね、イギリスが、まあ、あまあ、一、えー、人当たりも伸びていると、えー。それに対して、えー、オランダ、ドイツ、フランスは、えー、そのお、まあ、学生数の増加に、出学の増加が追いついてないということで、一人当たりで見ると減少傾向と。えー、それから、留学生に占め、世界の留学生に占めるシェアについては、顕著な傾向としては、オーストラリアやオランダが、あまあ、 上昇してて、ドイツとフランスが低下しているという傾向が見受けられます。以上ですね、えー、まあ、の、まあ、KPI から何、KPI の変化から何が言えるかということで、えー、まあ、結論的に、まあ、導き出したのが強みを維持したイギリス、部分的に検討を見せたオーストラリアとオランダ、これらは、まあ、高い評価に値するだろうと。 具体的には本の中では5段階評価やってますが、完璧なあの5なんていうのはないので、4というふうにしてます。それから、ドイツは強みと同時に弱みも見せているので、様々な指標についてですね、3というふうに注意に評価しています。それから、顕著な向上を見せた k p i が一つもないフランスと日本は低い評価ということで、えー、あの、フランスは2、えー それに対して日本の場合は論文数ですね。もうこれは言い訳が効かないということでですね、危機的ということで最低評価の1というふうに私どもでは評価しました。えっ、ー、と、以上の評価とですね、ガバナンスや機関財源ですね、と照らし合わせるとどういうことが言えるかということを一つの表に整理しているものがこれでございます。で、まあ、ちょっと 上の方からいきますと、イギリス、えー、大政府との関係での、まあ、外部ガバナンス、自立性は高いと、えー、それから内部ガバナンス、まあ、これは経営主義的ということで、あと、先ほどお話したように、基幹財源、これは重速度が高い、一人当たり学生への支出で見ても高いということをですね。で、えー、まあ、先ほど、総合評価は4ということで申し上げました。それから、オーストラリアですね、日本が一番下。そこでですね、えー 改革の特徴と成果から何が言えるかということですけれども、大学の自立性というのは、成果に良い影響を与え及ぼしている可能性が、あまあ、あ,あると言えるのであ、言えるのではないかということです。えっ、ー、と、この日本の改革の乏しい成果ということから見るとですね、えー、学内の大学出 国部内部のですね、そのトップダウンを強化する、そういう内部ガバナンス改革はですね、政府の直接統制が強い自立性の低い外部ガバナンスのもとでは、プラスの成果につながらない可能性が示唆される。というか、日本の場合はつながってないので、まあ、これはある意味、えっ、ーえー、と、普遍的な知見、 ではないかと我々は結論づけているわけです。えそれから教、教育研究組織や教員の自立性も重要であるということ。それから、えあと、機関財源ですね。死と自由な機関、紐付きではなくて、 もつきの補助金ではなくて何使ってもいいと、大学の判断でという、そういう期間財源が重要であると。これがその他の成果にも影響している可能性が大きいと。で、大学の自立性、つまり経営の自由度っていうのは、この使い道自由な財源、お金によって生かされているというふうに考えることができると。日本の改革は失敗しているというのが、この国際比較、我々の比較、分析のえまあ一つの結論であります。大学の自立性 生徒機関財源の充足度が成果に結びつく傾向というものが、6カ国比較で見いだされたにもかかわらず、日本の改革はいずれも、まあ、ある意味逆方向に進んでいると。その結果、研究力の低下や大学ランキングの低迷などを、えー、まあ、良好と言えない現状にあると。ここから日本に…まあ 日本だけに焦点を絞ってですね、えー、まあ論じますけれどもお、日本の改革の失敗の本質ということでですね、まあ日本はあの、お国立、 大学の法人化以降も、絶え間なくですね、高等教育改革というものを行ってですね、来たわけなんですけれども、しかしながらですね、その改革によって持たされた現状というものは、あの、今ご説明した通りでですね、まあ、成功しているとはとても言えないと。その失敗の本質はですね、ガバナンス財政政策過程の3つの視点からまあ理解できると。要約すると、各国と比べ、 えー、まず政策過程に問題があって、政策、政府の政策の質が低いにもかかわらず、その低い政府の直接統制を強化する、そういう改革を行ってきていると。えー、そして、えー、大学運営の裁量を拡大する各国の改革とは逆方向に進んで、えー、まあ、要するにす、 えっと、能力の低い政府による直接統制を強化してきていると。で、さらにはですね、えー、各大学の自由な判断に、経営判断によって使えるし、死、えと、ー、自由で安,安定的に見込める機関財源を減らしてきていると。 ちゃんと戦略的に経営やれっていうふうに、で、トップダウンでやれって言いながら、片方で、えー、まあ、直接統制強化してるので、大学、あの、企業のような自由、あの、な、やその経営判断でっていうような状況じゃない。まあ、要するに政府の考えてることを忖度しながらお気、気に入られるようなことしかやらないので、それは戦略経営でも何でもないということ、えー、そういうことになっちまっ って,るっていうのが、まあ、あの、一言で言えば、あの、日本の大学の問題だということですね。ガバナンスの視点からですね。それから財政の視点からですね。で、えー、っと、国立の場合はまあ、ま、運営飛行、ま、この、この、我々の研究自体が、ま、国立大学にかなり偏ってるんですが、私立大学についてもですね、その、えー、あの、ご案内の通りですね、その、お 総合、えー、総合改革支援事業ですかあによってですね、その箸の上げ下げまでですね、具体的に、えー、細かいですね、えー、その、まあ、IR 組織作ってるかとかですね、えー、それからキャップ制度導入してるかとかですね、そういう教学とか内部組織の細かいことまで点数化して、えー、やってるという。えー、まあ結局、国立にしろ、私学にしろですね、政府に忖度しながら、そういう不安定財源獲得にしのぎを削る状況になってるということですね。 はい。でもって、えー、エビデンスとしては、運営交付金の期間財源の減少が、あその、まあ、えー、をですね、こういう不安定財源で補うあり方っていうのはじ、現実問題として各大学のじ、えー、特に国立のですね、人件費削減に直結してると。これが研究力の低下の主因になっているという、あの、分析。 えがあるわけです。また、教員職員の非正規雇用化も進んでいると。他の国についてはちょっと、あの、詳細、あの、説明、かなり、あの、しないとわからないので割愛しますが、安定的な基幹財源の充足が、あ日本よりはちゃんとできているということです。最後、三つ目のですね、政策過程から見た失敗の本質、ということでありますけれども、最大の問題は科学的な分析が乏しいということ。それからもう一つは、 あ他の国に比べて、えー、大学関係者、高等関係者がほぼ、あの、政策形成において無視されていると。まあ、形式的に審議会とかありますけれども、まあ、これが、あの、えー、とですね。 例えば、日本で言えば農業とか医療みたいに関係者の声が大きな力を持ってるかっていうと、そんなことは全然ないと。さらには、まあ、これは政治システムになりますが、政権交代がほとんどないというのも日本の大きな特徴で、これが独特の政官関係。政官関係というのは政治家と官僚の関係ということなんですが、こういったことも含めてですね、政策の精査監視を弱める要因になっているということ。まあ、ここにイギリスの例出してますが、 あの、イギリスはですね、まあ、あの、多数決型の民主主義ではあるんですが、実際にはですね、与党議員も含めて、かなり、あの、細かく、えー、政策の中身をチェックするっていうようなことが行われているし、えー、行政府の外のですね、まあ、あの、シンクタンクですとか、様々なアクターも関わってですね、えー、あの、政策のロジックと細部がチェックされるっていうこと、そういうプロセスがあります。で、えー、まあ、私、イギリスが一番詳しいんで、ここにあしてます。 他の国でもですね、違うやり方で、えー、まあそういう政策ってものが精査されるっていうものが、あそういう、えー、仕組みって言いますかね、えー、観光って言いますか、出来上がってるんですが、日本はその、それが全く、えー、まあ単純化すれば全くないということで、一番下に書きますようしたように、官邸内閣府やその周辺の一部の関係者により、思いつきのようなアイデアがそのまま政策になってしまうと。で、えー まあ、文科省が辻も合わせして、それが現場にですね、結局その拙ない制度設計がですね、現場の負担として落ち着けられていると。